はいどうも、掛け軸塾の野村です。さあ、今回は、蘇我蕭白についてお話しさせていただきます。ということで、蘇我蕭白、やってまいりました。前回はね、蘇我派の流れということで、日本美術の中ではかなりミステリーな一派があるんだよっていうのを、ご紹介させていただきました。で、その流れの中で、ラストに蘇我蕭白を軽くね、触れさせていただいて、次回は蘇我蕭白をやるから、楽しみに待っててくださいねっていうお話の流れだったんですね。で、今回、満を持して蘇我蕭白をご紹介させていただきます。この蘇我蕭白なんですけどね、めちゃくちゃ紹介したかったんですよ。実はめっちゃ好きやって。で、ちょうど今もね、愛知県の美術館で蘇我蕭白展ってやってたと思うんですよ。多分11月の21ぐらいまで、やってるので、まだね、今撮影してるのが11月の、10日か、11、12ぐらいかな。なので、まだもうちょっと多分、これオンエアする時ぐらいにはまだギリいけると思うので、近くの人はね、見に行っていただければなと思いますけども、それぐらいね、今注目を集めてるんですよ、蘇我蕭白というのは。めちゃめちゃ面白いんですけども、なんでこんなに注目を集めてるのかっていうことなんですけども、この蘇我蕭白、日本美術史上で最大の問題児とも言われております。いや、僕が勝手に言ってるだけなんですけどね。いや、でもマジで最大問題児なんですよ。何がそんなに問題児なのかっていうとね、まともな絵がね、一切ない。いや、多分ね、ちょろっとはあると思うんですけどね、ほとんどね、まともな絵がないんですよ、この人。まともな絵がないって言うとどういうこと、全部エロなのかとか、そういうわけではなくてね、この人ね、ほんま、なんつってんかな。普通ね、日本画とか日本美術とか東洋画というと皆さんどういうと想像されます？華やかさとか、趣とか風流とかね、日本人のこう美意識的にはそういったものが、こう、なんか美しいというか価値あるみたいな感じでね、考えられるじゃないですか。そういうのが、描いてるのが、みんな、こう、好まれるんですけども、蘇我蕭白に関しては、蘇我蕭白の辞書にはそういった文字は一切ないです。いや、マジでないです。蘇我蕭白の辞書にあるのは、迫力とか、奇抜とか、不協和音とかね、こういう攻撃的な、文言しか、入っておりません。いや、ほんまにほんまに、もう、不協和音めちゃめちゃ強いんですよ。ただね、そういった、奇抜とか、こう、迫力とかね、不協和音とかいうジャンルに関しては、他の他の追随を許さないぐらい圧倒的な、力を持ってる。なので、めちゃめちゃ中毒性が高いということで、人気があるんですね。注目を集めてるんです。ほんまね、一度見たら忘れられないっていうぐらいの、なかなかなパンチのある作品がめちゃめちゃ多いんですね。なので、今回ね、こちらの蘇我蕭白をご紹介させていただきます。で、今回は早わかり解説バージョンなので、そんなに4時間とか5時間とかならないように、ね、だいたい1時間程度ぐらいでサクッと収めるように、割愛してね、ご紹介させていただきますのでね、ぜひ最後までご覧になっていただければなと思います。それでは早速行ってみましょう。はい、では早速なんですけども、蘇我蕭白、生まれはね、1730年、京都に生まれます。だから江戸時代の中期ぐらい、丸山応挙とか伊藤若冲とか池野大河とか、あそこら辺の作家さんが生きている、18世紀の京都ってめちゃめちゃいろんな作家さんがいるんですよね。群雄割拠状態だったんですよ。の時に、蘇我蕭白も生まれましたよと。で、お商売してるお店の、家庭で生まれたらしいですね。なんか、丹波屋っていう、なんかおはぎじゃないですよ。おはぎじゃなくて、丹波屋っていうなんかね、染め物屋さんみたいな仕事をしてるところの、息子さんとして生まれたらしいんですよ。で、本名は、もちろん蘇我蕭白は本名じゃなくて、生まれた時は三浦照夫だったらしいんですよ。可愛らしいですね。照夫か。照ちゃんやったらしいですよ。普通の名前の三浦照夫だったと。で、ちっちゃい時の話っていうのはね、あんまりないんですね。蘇我蕭白って実はね、生涯通しで結構謎な部分がまだまだ多い作家さんなんですけども、幼少期の頃も結構謎で、なんか伊勢の方にでっち奉公みたいな感じで行かされたこともあったみたいな感じのことも言われてたりする。あんまりまだよくわかんないですけど。ただ、前半戦、生まれてからこう17歳になるまでに結構ハードな人生を歩んでるんですよ。あんま語られないですけど、ハードな人生を歩んでるんですよ。何かというと、両親も亡くなるし、し、お兄ちゃんがいたらしいんですけど、お兄ちゃんも亡くなっちゃって、で、17歳の時にはもうすでに天涯孤独の身になったっていう、マジでっていう、17歳って天涯孤独早いな。尾崎豊でもセブンティーンズマップ歌ってる頃はまだ家族いたと思うんですけども、17歳でもすでに天涯孤独。なんか、妹はね、いたらしいんですけど、あんまり触れられないので、まあ、ほとんど、まあ、一人の状態になっちゃったんだよっていう。で、まあ、どうにかして食っていかなきゃいけないの。まあ、商売自分がやるわけにはいかないので、どうしようかなっていうところで、絵筆を持ってこれで食っていこうっていう意思を固めて、で、絵描きになろうとしたんじゃないかというふうに言われてるんですね。ただ、ここら辺のね、なんでその絵描きになろうと思ったのかとかに関しての、動機とかに関してはね、やっぱ分かんないことが多いらしいんですよ。で、まあ、多分、こう、家族が亡くなっていくっていうのは、こう、特にちっちゃい時、皆さんもね、例えば、そんな17歳ぐらいになるまでに両親も亡くなって、兄も亡くなったって言ったら、やっぱなんかトラウマというか、こう、人格形成に大きく関わると思うんですよ。なので、曽我蕭白もこう、ね、結構偏屈な人、変な人だっていう風な人で言われてるし、学部も変なもんが多いんですけども、その、多分、こう、大きく関わってるのはこの幼少期からのこの家族の死っていうのが大きく関わってそういうちょっと変わったものになっていったんじゃないか、性格をそういうふうに歪めるって言ったらあれですけども、ようなことになってたんじゃないかなと思うんですけど、またここら辺はね、後の研究がこうはっきりしてきたら面白いなという部分なんですけど、まあこういうふうな感じで。幼少期は、まあそういうふうなのがあって、筆を持って絵描きになろうと思ったんですけれども、修行時代が謎なんですよ、この人。本当20代、17歳でこう天涯孤独になったんで、20代がまあ修行期間だというふうに考えられてるんですけど、この修行期間が誰にどういうふうについてっていうのが確定したものがないんですよ。そうね。これめっちゃ大事なことなんですけど、ないんですよ。なので、謎の修行期間ということで、今でも画壇というか研究家の中でも、論議されて研究が進められている中なんですけども、その中で何点かは、まあ、これじゃないのかなって言われているものがあるので、これの影響を受けたんじゃないかなっていうのがあるので、まあ、それをね、ご紹介させていただきたいなと思います。まず最初に言われているのが、高田圭甫という作家さんについたんじゃないかという、こういう説が結構有力ですね。高田圭甫ってご存知ありますか？いや、多分ないと思います。ごめん。聞いといて言うのもあれやけど、多分ないと思います。高田圭甫知ってるよって方は、かなりの日本画というか、日本美術マニアだと思います。自信を持っていただいて結構です。絶対知らないと思いますけどね。ほとんど、今ではね、忘れ去られてしまった残念な作家さんなんですけども、当時のこの18世紀の京都においては結構ビッグネームやったんですよ。力を持ってた作家さんで。で、狩野派の作家さんなんですね。高田圭甫で。で、狩野派っていうと、戦国時代から、まあ、安土桃山とかがあって、江戸時代になるにあたって、江戸の方についていったのを江戸狩野って言って、で、京都に残ったのを京狩野っていうふうに、こういうふうに二つに分かれるっていう話を、以前狩野派の歴史っていうところで、動画でお話しさせていただいているので、よかったらそこら辺詳しくご覧になられたい方は、下の方、概要欄にもリンクを貼っておきますので、そちらをご覧ください。で、まあ、江戸狩野と京狩野に分かれた、その京狩野に学んでた人なんですね、高田圭甫っていうのは。で、まあ、京都で学んでたんですけども、近江の方に、引っ込みます。引っ込みますって言ったらおかしいですけども、まあ、もともと近江の出身の作家さんなんで、近江を中心に、拠点に活躍すると。ただね、こう、近江じゃなくて、京都でちゃんと中心地で活躍してたら、もっと名前が売れてたんじゃないかなとかいう話も、まあ、なんかね、たらればですけど、あったりするんですけど、まあまあ、近江を中心に、滋賀県を中心に、まあ、活躍してましたよ、と。で、この人面白いのが、京狩野、まあ、狩野派をベースにしてるんですけども、そこだけじゃ飽き足らずに、雪舟っていう、雪舟さんいますよね。雪舟東洋、室町時代の水墨画の画聖と言われている方ですよ。まあ、ほとんどの狩野派とかもなんだかんだも、結局は雪舟をベースにこう、繰り広げられていくっていう風な感じで、水墨画のルーツを辿っていくと結局、雪舟まで行っちゃうね、みたいなことをよく言われる。そういう風な、雪舟に、こう、興味を持って、雪舟結構研究するか、した方なんですよ。で、雪舟のこう、なんか濃い墨を使うっていう画風というか、そういうのをすごい、興味が湧いて、で、濃い墨を使った濃墨っていうんですけど、濃墨を使った作品っていうのをたくさん残してますよ、と。で、そこが、曽我蕭白の水墨画に通じるんじゃないかっていう風な感じで研究家の間では考えられてるんですよ。確かにね、青海の滋賀県の日野町ってあるんですけど、そこの真行院っていうお寺の、天井画とかに、龍の図があるんですけども、そういう子には結構濃い墨で、龍が描かれてるんですけど、その龍とかを見ると、あ、蘇我蕭白っぽいなと、あ、蘇我蕭白はここからこう影響を受けたんじゃないかっていうのもなんとなく、あ、なるほどなっていうふうにうなずけるんですけども、ちゃんとした確定した資料っていうのがないので、ここら辺もちょっと本当に学んだかどうかっていうと、まだグレーゾーンみたいな感じで考えられてます。で、次の説っていうのが、望月玉泉っていう作家さんになります。知らんね知らんね、はいはい。わかってます、わかってます。自分で言ってても多分知らんやろうなと思います。望月玉泉を知ってるって方も、かなり日本美術マニアックです。自信を持ってください。望月派っていうのが、この18世紀以降、京都の画壇で結構力を持つ作家さん、グループがあったんですね。で、代々続いていくので、現在でもね、確かね、望月派って、続いてるんですよ。もちろん、血のつながりはないですけども、確かに9世とか、10世とか、そんなんがいたはずなんですよ。望月派って結構ね、見ていくと続いているので、今も続いてたはずなんですよ。調べたことがあるので。っていう、作家さんの、大本宗が、望月玉泉になります。これめんどくさいですけどね、玉泉っていう名前が漢字変わって玉泉、仙人になったり、泉になったりってあるのかなっていうので、2代目、3代目とか、同じような名前の人がいっぱいいるので、ごちゃごちゃになって、しかも2代目も同じ、この玉泉の落款を使ってたりとか、ややこしいのが望月派なんですよ。それはいいとして、それの層にも学んだんじゃないかというふうに、考えられてます。で、この望月玉泉も、土佐派や狩野派、オーソドックスなところも学んだ他に、この望月玉泉っていうのは、長谷川派っていうのも、勉強したと言われております。はい、長谷川派。ご存知ありますでしょうか？知らないね。長谷川派ってあんま聞かないですよね。これ何なのかっていうと、長谷川等伯っていう作家さんがいたんですよ。この江戸時代よりももっと前の安土桃山時代に、四大巨匠っていう作家さんがいたんですね。よく言われる作家さんがいるんですよ。安土桃山画壇の四大巨匠。一人が、狩野永徳ということで、狩野派随一の天才と、狩野派っていっぱいいるんですけども、その中でも、随一の天才、頂点の一人だみたいな感じで言われる、リスペクトされているのが狩野永徳。これが四大巨匠の一人だよと。で、それのライバルとして挙げられるのが、長谷川等伯、この長谷川さんね。長谷川等伯と。で、あと、雲谷東岸と海邦雄昇と、この4人がいますよっていうのが、安土桃山画壇の四大巨匠。で、その、永徳のライバルの長谷川等伯の一派を、長谷川派と言います。あ、そういうのがあったんだってこと。そう、一派がいたんですよ。で、この長谷川派っていうのが、影響を受けたっていうのが雪舟なんですね。雪舟を受けて水墨画の画風っていうのを確立していって、有名になったっていうのは、長谷川等伯。だから少林図屏風とかそういうのが有名なんですけども、水墨画が影響を受けましたよと。ここでもね、雪舟受けてる、雪舟が出てくるんですよ。で、この、望月玉泉のこの雪舟とかの影響も、蘇我蕭白を受けたんじゃないかという、これも、グレーですけども、そうなんじゃないかみたいな感じで言われてます。で、最後が雲谷派ですね。雲谷派というと、さっき言った安土桃山画壇の、桃山画壇四大巨匠の雲谷東岸に、始まる、一派ですね。で、雲谷東岸っていうのは、雪舟を継いだ男というふうに言われております。山口県の、お殿様か。その時何藩がやったかな。ちょっとごめんなさい、忘れましたけれども。で、雪舟がちょっと、衰退してたから、復興してくれよ、みたいな感じで、トロさんが言って、毛利さんかなが言って、で、雲谷東岸が、わかりました、雪舟俺継ぎます、あ、ボーンみたいな感じでぶち上げて、で、そこから雲谷派っていうのを作ってて、雪舟の画風をこう、世に伝えようみたいな一派ができたと。の影響も受けたんじゃないかと。だからここでも雪舟が出てくるということで、なんだかんだ雪舟いっぱい出てくるんですよ。これ何なのかって、これただの偶然なのかというと、そうではなくって、で、当時ね、今まで散々この謎の作家を挙げてきましたけども、言いたいのは、この当時18世紀の京都っていうのは、狩野派と土佐派が、オーソドックスベースにあったんですけども、その京狩野を中心に、それよりもさらに一個、もうちょっと古いものを掘り下げて、勉強したいなっていう作家のグループが、形成されてたと考えてください。なので、そういった人たちが、雪舟とか、もっと古いものとかを、古典を回帰する思考にこう集まってたグループっていうのがあったんですよ。古いものをちょっと研究しようぜ、狩野派だけじゃなくてもっと古いものも勉強しようぜっていう中で、みんな雪舟にたどり着いたっていう、こういう風な風潮があって、それに京都に住んでた曽我蕭白も絵師になろうとしたら影響を受けたんじゃないかっていう、こういう風な流れがあったんですよ。散々長々と言いましたけど、こういう風なことがあって、それの影響があって曽我蕭白もそこに受けたんじゃないかと考えられてるんですけども、ただ曽我蕭白が、この影響を受けたんですけども、本当にめちゃめちゃ蕭白が影響を受けたっていうのはここではなかったんですよ。それは何だったのかっていうと、前回紹介した蘇我派ですよ。蘇我派。ここで出てくるんですね、蘇我派。ここで前回までのストーリーが、役立ってくるんですよ。聞いてくるんですよ。前回まだ見てない、前回の動画を見てないって方は、ぜひそれをご覧になってから、もう一回最初からご覧になっていただけると嬉しいなと思います。はい。まず蘇我派なんですけども、どんな画風かっていうと、古の室町水墨の画派ですね。だから古くは、日本の画派じゃないんですよ。もうルーツを辿っていけば、中国明から渡ってきた人が越前の朝倉さんのところで仕えて、蘇我って名乗り出して、で、その子供だと思われてる人が、スタートを足したのが蘇我派ということで、かなり古いんですよね、歴史は。だから、雪舟と同じ時期ぐらいに、この蘇我派っていうのはスタートした。だから、室町水墨画の、なんていうか、オーソドックスな正当な流れっていうのが雪舟だとしたら、それとはスタートは一緒だけども、別にスタートしたのが蘇我派というふうにも考えられると。で、蕭白からすると、そっちの正当な方ではなくて、こっちのイレギュラーな方を好んだということなんですよ。これめちゃめちゃ面白いですよ。で、なんでかって、なんでそっちの方を選んじゃったのって、普通の正当な方を勉強してたらいいじゃんって思うかもしれないですけども、違うんですよ。蘇我蕭白にとってはちょうど都合が良かったんですよ。蘇我派の方をこう学ぶというか、俺蘇我派って言った方が都合が良かったんですよ。なんでかっていうと、蘇我派っていうのは、言うても権威があるんですよね。長い歴史があって、それなりに知名度もあって、で、なんならこの四大巨匠の、長谷川東博のお師匠さんもこの蘇我派から出てるみたいな。だから結構権威はあると。昔知ってる、絵描きの中では知ってる人は知ってるよっていうようなポジションが蘇我派であったと。ただ、ミステリーが多いんですよ、この蘇我派っていうのは。蘇我派の歴史ね、ご紹介させていただきましたけど、ほぼ分かってないことだらけっていうね。まず、生没が分かってない人がほとんどっていうね、何年に生きて何年に死んだかが分かってないっていうのがほとんどなので、ミステリーにめっちゃ包まれてると。で、さらに言うと、正確な末路が不明になっているというね、蘇我二直案までぐらいが、正式に7世みたいな感じで言われてるんですね。初代が蘇我蛇足っていうのが1世なんですけど、そこからスタートして、で、第7世が、蘇我二直案っていうふうに言われてて、で、そこから、その蘇我二直案の後が、どうなったかっていうのが、これはっきりしないんですよ。資料もほとんどなくて、で、自分で俺8世、俺9世みたいな感じで言ってるやつもいるんですけど、ほんまにそうだったのかっていう示すものがほとんどないので、結構ぐじゃぐじゃになっていると。で、蘇我蕭白からしたら、ここ分かってない。ちょうどええやん。誰もここら辺は最後末尾どうなってるか分からへん上に、全体的にもミステリーやからなんかかっこええやん。なんか強そうやん。しかも権威がある。雪舟と同じぐらいのルーツでスタートしてる。イレギュラーなこのルーツ。これめっちゃええやんっていうことで、よし、俺実は蘇我10世やねん。っていうふうに名乗ったのが、蘇我蕭白。だから、ここから蛇足十世というふうに、蘇我蕭白っていうのは名乗り出します。もともと三浦照夫のくせに、ここから蘇我蕭白と言い出すっていうね、お前、照夫のくせに生意気やな、みたいな感じで、ね、ちっちゃい頃知ってるやつがね、京都で出てきたらね、お前、照夫のくせに何偉そうに蕭白とか言ってんだよって、ちょっとこう、カツアゲされそうになるかもしれないですけど、なんか揺すられるかもしれないですけど、まあまあ、そんなことはなくて、ここから蛇足十世として、画業をスタートしていくという、こういう風な流れになるんですね。いやー、画業、本格的な画業の説明をするまでのここがめちゃめちゃボリューム多かったんですけど、ここを知っとくと、あとここら辺の画業、いろんなね、話を聞いても面白くなるかなと思うので、まずね、画家のスタートどうなったかな、なんで蘇我になったのかっていうのを知ってると面白いかなと思うので、ここをご紹介させていただきました。では、実際本格的な画業どうなったかっていうのを次見ていってみましょう。さあ、蘇我蕭白の画業なんですけども、蘇我蕭白っていうのは、まあ、そんなに長い画業ではないんですよ。30歳から50歳ぐらいまでの20年間の画業が、主なんですね。っていうのは、まあ、ほとんどね、作品は残ってるんですけども、いつ描かれたのかっていうのははっきりしないものが結構多いんですよ。っていうか、ほとんどそうなんですね。なので、もう分かってるものが結構、確定されてるものが、ここに30歳から50歳の間に、凝縮されてる。で、さらに言うと30代までがほとんどこういつ書いたかっていうのが、こう分かるというか代表作として挙げられるようなもので、画風もここら辺が一番キレッキレで面白い時なので、ここら辺をめっちゃ重点的に、今回ウェイト乗せてご紹介させていただきます。で、それ以降っていうのは、まあ一応紹介させていただきます。一応って言ったらやけどね、ちゃんと紹介させていただきますけども、流れの中で紹介させていただいた後で、その後蕭白が没してから現代に至るまで、どういうふうな画壇の動き評価があったのか、こうね、動きがあって今になるのかっていうのもご紹介させていただこうかなと思います。で、そんな30代の蘇我蕭白なんですけども、蘇我蕭白っていうと、京都に定住することを好まなかったんですよ。まあ、京都に生まれたんですけども、京都にこう住むんじゃなくて、各地を放浪するっていう形になるんですね。で、よく行ったのが、伊勢と播磨というふうに言われております。それぞれ2回ずつ行ってるんですよ。長期滞在。旅行じゃないからね。長期滞在でそこに1年とかそれぐらいいて、いろいろいろんな伝説を残した人なんですけども。で、作品もようさん残してるっていうのが、あるので。で、まず最初ね、第一次、伊勢巡りっていうのが、1758年から1759年ということで、29から30ぐらいの間に、この伊勢の方には行ったんじゃないか。大体これぐらい、これも確定的じゃないんですけども、大体資料を争うとこれぐらいの時に、行ったんじゃないかなというふうに考えられています。で、ここら辺の蘇我蕭白の、伊勢に行ったんじゃないかとかの研究っていうのは、明治時代になってめっちゃしっかり研究した人っていうのがいらっしゃるんですよ。それが、桃沢如水っていう画家さんなんですね。明治時代の画家さんで、橋本画法の弟子でもあるのかなっていう人が、自分画家でもあるのに、蘇我蕭白おもろいやんっていうことで、めっちゃ伊勢の方に行って、蘇我蕭白の研究を、してたと。まあ、伊勢に行くの方が先やったかな。伊勢に行って、で、そこで蘇我蕭白の作品見つけてハマって、どうやったか忘れましたけど、順番忘れましたけど、研究をめちゃめちゃしてって、資料に残してたんですよ。その資料っていうのが、今後のこの蘇我蕭白研究の母体になっているというふうに言われているので、それをベースに、お話をさせていただきます。で、まず最初に、蘇我蕭白の何歳に書いたのかっていうのがはっきりしている一番最初の、作品っていうのが、三重県の、まあ、伊勢ですからね、三重県の津市にある西来寺というお寺に、竹林七賢図襖という作品が、残ってましたよと。で、それは29歳に書かれたもんだよっていうふうなのが、分かってるんですね。ただ、これ29歳に書いたっていうのはあるんですけども、作品自体は現在残ってないんですよ。ないんです。なくなっちゃった。燃えちゃったかなんかしゃべる。なくなっちゃったと。で、なんでわかんのかというと、この桃沢如水さんっていう人が見た時には、これが西来寺にあって、竹林七賢図襖があって、って29歳という楽観があったよってメモに残してたんですね。なので、今はないけど当時はあったんだな。だから29歳の時にはこの伊勢には来てたんだなっていうのがわかるんですよ。こういう風な話になっていくんですね。で、次が、浄光寺という同じ津市の、お寺に、16羅漢図と、ぶどう図が、残ってましたよと。で、そこには楽観で30歳って書かれてましたよっていう、記録が残ってます。これも作品は今現在残ってないんですよ。ないんかいって話なんですけど、いや、ないんです。ごめんなさい。僕が謝る話じゃないですけど、ないんですよ。桃沢如水さんの記録によれば、そこにあったんだよと。だから明治の初期ぐらいまでは、あったんだろうなと思います。で、まあこれなんでないのっていう話なんですけども、結構ね、美術品の管理って難しいんですよ。で、当時は、廃仏毀釈とかもあったりして、日本美術の価値って一回低落したことがあるんですよ。で、海外とかにも安値で売り出されたりとかしちゃって、結構なくなったり燃やされたりとかいうのもあったりするし、まあそういう風なのから免れないとまず残らないっていうのがまず一つのハードルがあって、で、戦争もあったじゃないですかね。第二次世界大戦とかいろいろあって、空襲とかもある中で、そういった、戦火からも逃れないといけない。なんとか生き延びないといけないっていう二つ目のハードルもあったりと。で、災害多いんでね、日本って。なので、ちょっとしたことで、例えば三重県とかもね、台風とかよく来るじゃないですか。なんかすごい伊勢湾台風とかなんかあったじゃないですか。っていうので、そういったものからも、難を逃れないといけないということで、結構ね、美術品がちゃんと残るっていうのは奇跡的なことでもあるんですよ。例えばね、お寺って別に美術品を保管する上で最適な環境ではないじゃないですか。美術館とかはね、ちゃんと湿度調節したりとかいろいろやってくれますけれども、お寺って別にそういうわけじゃなくてね、むしろ壁に書かれたものとかそのまんまとかいうのが多いので、そういうので劣化する場合もあったりするので、ちゃんとメンテナンスされているものではないとしかも残らないよっていうことで、残ってなくてもまあ仕方がないなと、残ってないのが逆に普通なので、残ってるものはすごいありがたいもんなんだよっていう意識で、作品を見ると、よく残ってくれたなっていうありがたさが湧くと思うので、美術館行ってそういうのが残ってたら、そういったところも感じながら見ていただけると、表現としては嬉しいなと思います。まあまあまあ、それはいいとして。で、ただね、この浄光寺の十六羅漢とぶどうは、作品はないんですけど、エピソードが残っています。エピソードが。どういったエピソードかっていうと、曽我正覚がまあ、その30歳ぐらいの時に浄光寺行ったら、めっちゃ気に入ったらしいんですね、浄光寺が。よくしてくれたらしくて、で、1年ぐらい滞在したらしいんですよ、浄光寺に。1年間、だから居候したっていうことでも、よう許してくれたなっていう感じなんですけども、結構ね、この時代、画家がいろんな庄屋とか、お寺に行って、長いこと居座るとかいうのはあるんですよ。で、そこでまあ絵を描いてもらって、接待して面倒見てもらう代わりに、いろいろ絵を描くみたいな、そういう交換条件で居座るという話は結構いろいろ普通にあった話なんですけども、まあ曽我正博もまあ浄光寺にいましたよ。ただ、曽我正博は全然絵を描かなかったらしいんですよ。ただの居候だったらしいんですよ。あかんがなって話なんですけど。で、全然こう絵も描かずに、ずっとこうお堂、ね、お寺だからお堂があるじゃないですか。そこで昼寝ばっかりしてたと。で、そんな中で、ある時、みんなが集まってご飯を、晩飯を食ってたんですよ。でも、曽我正博は出てこうへんな。お前、曽我正博、見たか？いや、見てないですね。昼飯来たか？昼飯も来てないですね。おかしいな。まあ、朝はだいたいあそこで昼寝して、まあ、朝寝から昼寝もずっとしてるけど、だいたい夜になったら晩飯食いに来るはずやな。来うへんっておかしいな。見に行ってくれや、みたいな感じで、その、お坊さんが弟子に言って、で、弟子が、お堂を見に行ったと。なら、お堂には誰もいなかったと。バーンって開けたけど誰もいなかったと。あれ、正白さんって言っても誰もおらへんと。おかしいなと思って。で、ちょっと松明かなんか引いてね、ちょっと夜やからね、つけて、辺りを見てみたら、そこに、十六羅漢図の絵が描かれてって、上の方にぶどうの絵が描かれてって、うわーなんじゃこれはみたいな感じで、その、坊さんびっくりしちゃった。うわー変な絵が、めっちゃすごい絵が描かれたなみたいな感じで。で、正白さんどこですか？正白さんって言っても、正白はもぬけの殻ということで、おそらくですけども、正白が、描いた後、テンション上がりちぎって、もうそのまま出ていったと。もう、おっしゃ、書き切ったーイエーイみたいな感じで、浄光寺から出ていって、またどっか行っちゃった、みたいな話じゃないかなっていうふうに言われてるんですよ。で、まあ、その、上皇寺でずっと昼寝をしてたっていうことなんですけど、おそらくなんですけども、よく言われるんですけど、蘇我蕭白って何もせんかったみたいな感じで言われるんですけど、そうじゃなくて、結構構想を練ってたんじゃないかなというふうに考えられてるんですね。だからまあ芸術家ってそうなんですよ。何もしてない時間が結構考えてるので大事。構想を練る時間が大事っていうことで、ね、アイデアを練る時間が、アイデアさえ固まればいい。あとは表現するのは一気に火星にできるからっていうことで、この寝る時間が大事なんですけど、凡人にはそれが分かってもらえないみたいなことは結構あるんですよ。で、面白いエピソードでそれに似たような話も、あって、まだあって、その伊勢のところに行ってたら、伊勢のお殿様、被災藩かな、まあお殿様が、金屏風を描いてほしいっていう受注が、蕭白の方に行ったらしいんですよ。で、殿様が家老に、俺蕭白ってなんかすごいやつがおるんやろ、俺あいつに金屏風描いてほしいから、お前ちょっと担当として、ついて、描いてもらってこいみたいな感じで家老に言ったと。で、家老が、は、わかりましたって言うと、で、蕭白さんのところに行って、蕭白さんこうで、うちのお殿さんが、金屏風描いてほしい言うてますから、ちょっと書いてくれまへんかみたいな感じで言うたら、白くんが、オッケー、わかった、みたいな感じで言ってるんですけども、全然書き寄らんかったんですよね。全然書かずに、で、家老としては書いてほしいから、もう、言うたら先生やから、接待するわけなんですよ。こう、先生、金屏風書いてくださいね。ごちそうです。もう先生どうぞ食べてください。お酒もどうぞ。いけ、みたいな感じで、蘇我蕭白を持ち上げると。で、まあ、するんですけど、いつまで経っても書かへんなーっていうのが、だんだんちょっと過労的には心配になってきたんですよ。この人ほんま書く気あるんかな。こう言うてるだけでいつまでもこうずるずる引き伸ばして、美味しい飯とただ酒飲んで、そのまんまドロンするつもりちゃうやろなってちょっと過労はね、管理職ってなんかやっぱリスクもあるね、考えなあかんから、ちょっと心配になってきて、で、ちょっと蕭白さんに言ったんですよ。蕭白さん、いつになって、いつ頃になったら書いてくれるか、ちょっと教えてもらってもいいですかねみたいな感じで、ちょっと圧かけたんですよ。なら、蕭白は、ちょっと虫の居所が悪かったのが、わかった、書いてほしいんやな。わからんやつやな。俺ちょっと今アイデアを練っとったのに、お前そういう風に言うってせかすんやな。俺のことが信用できへんって言うな。よし、わかった、ほんなら書いてあるわって、ちょっと心の中でイラッとしながら思って、ほんなら、ちょっと、ここの鉢に、炭めっちゃちょっと作ってくれや。俺今後書くやつ、炭めっちゃ使うから、お前ら家来とかいっぱいおるやろ。ほんなら、それ炭めっちゃ作ってくれや。で、俺が今から言う絵の具、めっちゃ高い絵の具やけど、全部揃えてくれや。みたいな感じで、ちょっと、蕭白もマウントしたと。だからは全部揃えてきたの、めっちゃなんか金とか銀とかようわからんけど、めっちゃ高い絵の具をこう買い集めて、で、炭もめっちゃ家来にすらせて、で、全部そのボウルに入れて、したら、蕭白が、白化けっていうのかな、なんか、ほうきのなんかでっかいやつ、なんか、竹ぼうきみたいなやつに、ボウルにそれを突っ込んで、ぐりぐり混ぜたと。なんか、ねるねるみたいな感じ、おらーってぐるぐる混ぜたと。なんだ、高い絵の具も炭でぎっちゃぐちゃになって、もうドロンの状態になるわけなんですよ。で、まあまあ、これができたと。だから、おっしゃ、準備はできたから、おい、ちょっと、家来、そこらに並べ。で、ちょっと金屏風立ててもて。立てて、そのまま俺書くから、立って、支えとけよ。で、家老、お前はそこに一番立て。その、金屏風の一番端っこの方に書け。立て。な。で、動くなよ。で、そこ、家老の横扉あるやろ。そこだけ、ちょっと、ふすばちょっと全部開けといてくれ。ちょっと風通ししたいから、そこ開けとけよ。人通れるぐらいの大きさ開けとけよ。よし、いいな。よし、じゃあ今から俺がその、金屏風書くからな、この白化けで書くからな、動くなよって言って、うりゃーってこう書いて、ジャーって書いたらしいんですよ。で、あーって書いて、最後、金屏風書き切った後、そこ横におる家老の顔に、べしゃーって書いて、そのまんまその空いたスペースから、ブワーって逃げてったというふうな話があるんですよ。で、もう、家老からしたら、隅顔に塗られたので、くそ、あの野郎って思ってるけども、目つぶしくらってるからもうクソーって吹き切った後にはもう蕭白おらへんと、こっからね、逃げられてるから、おらへんクソーって言ってて、もう大丈夫ですか家老様って家来に言われるので、あやつを打ち首にしてやる、あいつ食わせもんだって言ってる中で、家老様、何やねんもう、ちょっと忙しいね今。いや、金屏風なんですけど見てください、ご覧くださいって、で、金屏風を見たら、なんとそこに、虹がかかってたと。その描いたもんが実は、いろんな絵の具の色を別妙に混ぜてたので、その金屏風に描かれた跡が、虹になりましたよっていう、逸話がありますとか、そういうのが、桃沢女水さんの研究で、調査で、あったと。だいぶ多分持っている話だと思うんですけどね。だいぶ、1ぐらいしか本当のことないんちゃうかなと思われるかもしれないですけども、まあ、こんな話もあるぐらい、まあ、曽我蕭白って結構いろいろやらかしてるんですね。一世の伝説を、これ系のレジェンドめちゃくちゃ残してるので、調べてみたらまた面白いので、またご紹介したいなと思いますけど、まあ、こういう風なのがあって、塾長、わかった。もう、逸話はわかったけども、一体いつになったらほんまにまだ作品一個も出てへんで、塾長まだ一個も作品紹介してへんでと思われる方、わかってます。こっからちゃんと紹介していきます。曽我蕭白の、名前があるもので、一番最古古いものが残ってるものがどれなのかっていうと、それが、宝庫寺霊障図屏風という作品になります。かっこ見立て久米仙人という作品。長いな。もうすごい。宝庫寺、霊障図屏風見立て久米仙人。これどういうことっていうことなんですけど、これまあ、30歳の時に書かれましたよと。これがね、落款がある、名前があるもので一番古いものなんですけども、これがどういったものかというと、こちらになります。はい、こちらの作品なんですけども、右側にまあおじいちゃんがいて、で、左側にまあ女の人がいますよと。で、まあこの題名で言うとね、右側は宝庫寺っていう、人で、左側が霊障女という、人になります。これ何なのかっていうと、宝庫寺っていうのは、古代中国の禅の学者さんだったらしいんですね。まあ、出家せずに、こう仏教を勉強してたっていうことで、結構まあ有名な方らしくて。で、それの娘さんが、この霊障女ということで、まあ、娘とお父ちゃんの、を描いてる図になります。この霊障女っていうのは、この、宝庫寺と並ぶぐらいの学者さんやったんですけども、結構全学者さんやったんですけども、家が貧乏やったので、竹籠を作って、売ってたっていうのがすごく、涙ちょちょぎれる話やねっていう話で、結構この宝庫寺と、霊障女が、セットになって描かれるような画題として昔からあったんですね。もしくは、まあ、霊障女だけを竹籠を担いでる姿で描かれてるっていうのがよくあったんですよ。で、まあ、これを、曽我蕭白が描いたら、こういう風になりますよっていうのがこの、屏風なんですけども、ただね、これ、まあ、それだけ言うと普通の作品じゃないですか。普通なんですけども、違うんですよ。これね、見る人が見たらね、あれ?なんかこれちょっとおかしないかっていう作品なんですよ。何かっていうと、この宝庫寺見てください。ちょっと顔エロいっしょ。なんかニヤニヤしてるっしょ。あれなんか全学者っていうなんか崇高な人の割にはなんかちょっと顔エロくないか。で、その横の霊障女も、普通ね、そういうふうな、全学者の姿を描くのであれば、まあ、清楚な格好で真面目な姿じゃないとあかんのに、なんで川でこう、なんかちょっと足チラッと見せてるじゃないですか。まあ、なんかね、お色気シーンじゃないですけど、チラッと見せて、で、そのおじいちゃんとこうね、見つめ合ってるじゃないですか。あれこれちゃうぞあ、これ、あれやっていうふうに、わかる人には分かって、当時の人からしたら、何をしとんねん、曽我蕭白みたいな話なんですけど、これ何かっていうと、お話があるんですよ。久米仙人ってご存知あります?知らんね。知らんと思う。久米仙人の話を知ってる人はいないと思うんですけど、別の話をこれでパロディー化してる、図なんですね。久米仙人っていうのが昔、飛鳥時代から奈良時代ぐらいに、日本の、まあでも、奈良のところにおったと、仙人がおったんですよ。久米さんっていう仙人がね。で、まあ、神通力を使って空を飛ぶのが好きやったと、まあ、趣味やったんですよ。だから、ドラゴンボールの武空術みたいな感じで、空をフィューって飛んで、下界を見るのがすごい楽しんでる、まあ、久米仙人がいたと。なら、ある時その下界をこう見とったら、川のほとりで、女性が、まあ、洗濯をしてるんですけども、洗濯してる姿を久米仙人が見つけたと。で、まあ、見とったら、なんか、すごい、こう、太ももがあらわになってて、ちょっとお色気しいみたいな感じで、ちょっと、久米仙人が鼻の下を伸ばして、ほわーんってこうなっちゃったらしいんですよ。なら、神通力ってめっちゃ集中してないとね、気を集中させてないと飛べないので、ほわーんってちょっと、ね、浴場してしまったら、その神通力が切れて、ヒューって落ちちゃったらしいんですよ。で、川にぼちゃーんと落ちちゃったと。だから打天使ならぬ打仙人やったんですね。で、神通力がなくなって、で、女の人も、ほら、何みたいな感じで、ちょっとぼちゃーんと来たから、うわーみたいな感じやって、で、よく見たら、まあ、仙人がおるから、大丈夫ですかみたいな感じでこう言ったら、その仙人は、大丈夫、大丈夫、ちょっとね、ちょっとね、いろいろあってね、鼻血出てるけど、これ気にせんといて、ちょっといろいろあって、今、神通力、ちょっとお休みしてるけど、神通力なくなっちゃってるけど、俺元仙人やね。で、ちょっとな、今、飛んどってんけど、ところでさ、ちょっとさ、飲みに行かへん。自分可愛いからちょっと飲みに行こうや。なあ、姉ちゃん、みたいな感じでナンパして、その女の人と結婚をしたっていうお話があるんですよ。だから、ただのエロ仙人のナンパ話が、久米仙人ということで、で、まあ、結局、この久米仙人っていうのは、後で、後々、神通力を回復させて、奈良に久米寺っていうのを建てたという、まあ、そういうお話があるんですけども、この図っていうのは、長々と話しましたけども、その久米仙人と、川のほとりで、ちょっとお色気シーンをしている女の人の、図になります。なので、宝庫寺と霊少女という題名にしときながら、実は久米仙人のエロじじいの話を、そっくりそのまま、こうパロディにして描いてるっていう、そういう作品を曽我正博は描いたんですよっていう、何をしとんねんって話なんです。何を描いとんねんって話なんですけど、こういった話だったんですよ。これが、現在残っている、作品の、一番古いものになります。のっけからね、ちょっと、奇怪な、変な作品だなっていうのを残していると。で、次に、年代的が分かっているので、次の作品というのが、林奈製図屏風というふうになります。それがこちらです。これもね、なかなかすごい、なんていうんですかね、この梅の勢いすごいでしょ。こう、ブワーってこうなって、隣の座席までブワーっていってると。この梅のこの根元のこのうねりの勢いっていうのは、なんか無限大のこのマークみたいな感じで、すごいですよね。こんなに勢いある梅図っていうのは、ほとんど見たことないかなと。まあ、唯一の対抗馬として挙げれるのが、嘉納三節っていう、まあ、京嘉納の、二代目か、が書いてローバイズふすまっていうのがあるんですけども、あれぐらいかな。あるもんで結構すごい、こう勢いがあるというか、まあ画面ぶち抜いて、昇龍拳っていう、昇龍拳の梅って僕は呼んでるんですけど、画面ぶち抜いて、うりゃーって言って、またガーンと落ちてくるっていう、すんごい梅図があるんですけど、あれと、まあ匹敵するぐらいの、生命力のある梅を、この曽我正博っていうのは描いてると。で、まあ、梅の先にある鳥とか鶴とかはすごい、まあ、春の訪れを楽しんでるんだなって、なんかね、陽気な感じで、金が降ってるから、なんかもう明るいなって、春の感じで、暖かいなっていう感じで、で、子供らもわけわけ、春来たわわって楽しんでるという、まあ、すごい微笑ましい屏風なんですけど、作品なんですけども、問題はこのじじいなんですよ。このじじい全然楽しんでくれてないですよね。なんかめっちゃこう、陰気な感じで、飲み会では来てほしくない人ですね。飲み会でこんなんいたらムードブレイカーやから帰ってくれってみたいな感じなんですけども、ほんまにちょっとなんか、よ捨て人みたいな感じで、ちょっと子供になんか、うるさいぞ子供をしばくぞみたいな感じでメンチ切ってると。これ何なのかっていうと、林奈生っていう、仙人なんですね。中国の仙人で、詩人、仙人じゃないか、詩人になるのか、詩人で、仙人みたいだねっていう風な感じで尊ばれてる、よく画題にもなってる、仙人なんですよ。まあ、詩人なんですね。で、梅と鶴をすごく愛した仙人というふうに言われてるんですけども、この図で描かれてるのは、仙人やのに、全然こう梅にも興味ないし、鶴なんかどうでもいいで、もう鶴に向いてもないですからね。で、わけやわけや言ってる子供にメンチ切って、お前らしばくぞ、こら、お前、人生なめんなよ、みたいな感じで、諭していると、どんな図やねん、曽我正博どないなんやねんっていうような絵を描いてるのがこの作品になります。だから曽我正博が結構ね、例えば仙人とか、なんか偉そうな人、神様とかを書くときは、大体偉そうに書かなくて、なんかいじって書いてます。なんかちょけって書いてます。っていうのの代表的なのがこの林奈製図かなと。で、何が腹立つかって、絵の作品の出来としてはめちゃめちゃいいんですよ。めちゃめちゃいいというか、ガキね、この梅の勢いとかすごいから、テクニックとか力めちゃめちゃあるのに、なんでそんなにちょけたんっていうところが、なんか腹立つなっていうところなんですけど、まあこういう作品を残しましたよと。で、ここにもいろんな作品を残してたんですけども、一世の作品はここら辺で、次に、播州の方に行きます。1762年から、1763年、播磨の方に、行きますよと。ここは第一次播磨巡りという時ですね。だから33から34ぐらい。播磨って言ったら、ご存知ない方もいらっしゃるかもしれないですけど、兵庫県の南の方ですね。南の、西の方、明石から、加古川を越えて、姫路で、赤穂とか、あっちのこう西側の方を播州エリアというふうに、播磨エリアというふうに言います。で、曽我蕭白は、その、加古川の隣に高砂っていう、高砂っておじいちゃんおばあちゃんのお祝いの掛け軸とかあるじゃないですか。おじいちゃんおばあちゃんの人形とかあるじゃないですか。高砂の人形とか。発祥の高砂。あそこら辺に、登竜したというふうに言われております。それが33から34で結構神社に、絵馬を残したりとか作品残したりしてるんですけども、この時期で一番代表的な作品、残した作品っていうのが、雲龍図という作品になります。これが34歳の落款が入っている、作品になります。これがね、なかなか、ミステリー、曽我蕭白作品の中、シリーズの中でも、めちゃめちゃミステリーな問題作でもあるんですね。それが、とりあえず作品見た方がわかると思うので、何が問題かもわかると思うので、こちらをご覧ください。なかなかすごいでしょ。パンチ効いてるでしょ。これ竜なんですけども、真っ黒血気やな、みたいな感じなんですけど。これアメリカのボストン美術館に、収められても、所蔵されてます。で、これ横幅がね、だいたい10メートルぐらいあるらしいんですね。だからめっちゃでかいんですよ。だから、もともとこれ、寺の襖絵というふうに考えられているので、襖ってだいたい身長よりかちょっと高いぐらいの高さあるじゃないですか。と考えたで、自分のそこに立ってるのを想像したら、どんだけでかいかっていうのを、理解できるかなと思うんですけど、めちゃめちゃでかいから、めちゃめちゃ迫力があるんですね。で、ギョロッとしたこの竜の顔とかも独特する、竜というか妖怪やな、みたいな感じなんですけども、こんなん書きましたよと。で、これの、簡単なプロフィールを説明すると、1911年に、ビゲローさんっていうアメリカのボストン美術館っていうのがあるんですけども、そこの館長がちょうど日本に来て、で、この雲龍図を、買って帰ったと。当時って、日本って、日本美術の価値が下がってて、いろんなものが安値で売り出されたりしとったらしくて、そこでの流れで、この雲龍図を多分手に入れたんじゃないかなと、ビゲローさんが。で、アメリカのボストン美術館に持ち帰って、で、保管してたと。ただ、美術館に保管してたんですけども、あんまりにもパンチがある作品すぎて、美術館の周りからは、これ絶対偽物やねみたいな感じで、ずっと長い間偽物扱いされていたというふうに言われております。で、ビゲロさんは、いや、ちゃうわ、偽物ちゃうわ、これ、蕭白じゃ俺の目を疑うんかみたいな感じで周りと喧嘩しながら、お前もわかった、そんだけ言うんやったら、もうこれ絶対館外から出すなよと、もう美術館から出すなよ、俺がもうこれもう遺書として残しとくからな、みたいな感じで、これは本来、美術館から出るはずがない作品だったんですよ。だから見ようと思ったら、ボストン美術館で、展示される時に見に行くしかなかったんですけども、これがね、2012年だったと思うんですけども、日本に里帰りしたんですよ。ビゲロさんの遺言が残念ながらなくなっちゃって、無視されて、いろいろ交渉があったと思うんですけども、ありがたいことに日本に、2012年に、展示会のために里帰りしてみんな見ることができたというふうな、こういうふうなプロフィールがあったんですね。で、僕はそれ2012年行けなかったんですけど、その時はまだ日本美術あんまり興味なかった。なかったって言ってたらあれやけども、あんまりね、こう入ってこなかった、アンテナ立たなかった、見れなかった、今行っとけばよかったなって一番後悔してる展示会が、その2012年の、展示会になります。行っとけば見れとったのになっていうのがあるので、見られた方いらっしゃいます?いたらその時の様子、コメント欄で書いてくれたら嬉しいなと思いますけど、もしね、また今後、この龍が、日本に帰ってくるっていうようなことがあったら、展示会があったら、皆さんもぜひ行っといた方がいいです。もうまたとない機会なので、ぜひ行った方がいいと思います。で、今これね、キャノンかどっか、第二印刷、キャノンやったと思うんですけど、キャノンの、こういう文化財を複製して、そっちを残していこうっていうプロジェクトがあるんですけども、それの一端で、原寸大で複製されたものが京都の天龍寺に、収められて、襖絵として収められていると。で、天龍寺も、不定期なんですけども、それを公開しているっていうのがあるので、そっちやったら見に行けるかなというので、今度ね、そういうのが出されるようになったら、見に行きたいなと思います。皆さんも見に行きたいなと思ったら、ぜひそっちの方行ってほしいなと思いますけど、こんな雲龍図なんですけども、何が問題なのかって、何がミステリーなのかっていうと、これね、龍左4つと右尻尾の4つのつながりがちょっとおかしいなと思いません？つながってないんですよね。一つ、左側の方はヒゲがこう途中で切れて、で、右側の、このつながりのところはなんか爪みたいなのが出て、波が急に出てきてると。これね、つながってないんですよ。で、さっき言ったように、これお寺の襖絵やと考えられているので、襖絵としたら、もう4面これあったんちゃうかっていうふうに考えられてるんですよ。なので、真ん中4つがない状態で、左右の44が、手に入って、ボストン美術館に保管されてるんじゃないかということです。だから、この真ん中の、この黒いところに何が書かれてたのかっていうのがわからないミステリーなところなんですね。で、それを、こう証言じゃ、それを、はっきりとさせる、手がかりというか証言があったんですよ。それが、大正時代から昭和の初期にかけて活躍した橋本寛節っていう日本画家がいるんですけども、その日本画家の証言が、あるんですね。その証言っていうのは、これ橋本寛節っていうのは、神戸市の、出身の作家というふうによく言われるんですけども、実際そうなんですけども、お父さんが橋本海館っていう、明石藩の、なんか儒学とか教えてる先生やったんですよ。なので、播州の方にすごい、関わりが強い作家さんで、橋本寛節も、播州の方に結構、行ったりしてたみたいなんですね。だから今でも播州で橋本寛節とかの作品とか、海館の作品っていうのがよく出てくるんですよ。修理してほしいとかいうので言われるんですけども、そういった経緯で、橋本寛節っていうのは、要は、播州の方に出向いてたんですよ。で、その時、高砂のあるお寺に、曽我蕭白の描いた龍の絵があって、で、その時は、それがなんか2匹の龍が、そのお寺には描かれてましたよという、証言があるんですよ、橋本寛節の。で、真っ黒血気に描かれた龍ですごい迫力やって、で、気の弱いもんがそれを見たら、もう、おしっこちびるんちゃうかっていうぐらいの、すんごい、絵やったから、あれはすごかったな。ただ、その絵っていうのも、後々大阪の商人の方に売られてしまったよ、みたいな、そういった証言を残してるんですね。なので、もしかしたら、それがこの作品なんじゃないか、というふうに考えられているんですね。ということは、年代的にも合うんですよ。橋本寛節がそれを言った年っていうのと、ビゲローさんがそれを持ち帰ったっていう年にちょっと空いてるんですけども、それが大阪に売られて、しばらく寝た上でビゲローさんにその大阪で買われて、アメリカに行ったんじゃないかとしたら、辻褄が合うんですよ。って考えたら、ここには、龍が残ってるんじゃないかっていう、ミステリーがあるんですよ。でもそうなんじゃないか。これがそれやとしたら、全部辻褄あって綺麗になるねっていうので、はい、ハッピー、大エナ、オッケー、ハッピーエンドや、みたいな感じで終わるんかなと思ってたら、ここでね、一つもう一個ね、謎が出てきたんですよ。なんっていう話なんですけど、これ僕もね、それを聞いて、そうなんて言って、めっちゃ調べ直した、後がある、調べ直したんですけども、何かっていうと、これ、襖絵なので、襖って襖を開ける鍵、引き穴っていうのがあるんですよ。なんかあるじゃないですか。襖の、なんか丸っこいやつ。それに手をかけてガーって引っ張るみたいな。で、丸っこいのっていうのは、端っこにあるんですね。で、こっちに開ける場合はこっちについてるし、こっち開けの場合は、右側についてるし、みたいな感じで穴があるんですよ。で、その穴の跡っていうのが必ず残ってるはずなんですよ。襖やったら。絶対穴開けてるはずなんですね。日本の美術品ってそういう調度品的な、特性があるので、必ずね、家具の一部として使われている場合は、その引き戸の跡、金具の跡っていうのが、これは残ってるんです。僕も、襖絵の修復とかよくやりますけども、必ず穴ぼこが残ってるもんなんですよ。っていうので、この雲龍図にもそれがあるはずだということで、実際あるんですよ。拡大していくと、必ず見つかります。それ見つけたのが、僕が、拡大して、見つけたのが、こちらになります。この赤印ついてるところには必ずね、跡があったんですよ。だからそこだけ絵がね、なんか、穴開いてるとか修復してる跡があって、なんかちょっと不自然やなっていうのを、めっちゃ高精細の作品の画像があったんで見てたら、この赤いところには確認されましたと。で、右側の作品の、1、2、3、右から3つ目。のところには、丸いのが、本当はここにないとあかんはずなんですけど、これがね、見当たらなかったんですよ。で、あれおかしいな、ここにないとおかしいはずやのになってたら、これは、この、波のところが修復してる跡があったので、その穴ぼこごと多分破れてしまったんだから、穴開いてたから、ここら辺もろくなってるので、ここら辺ないんですね。それを後から裏打ち、修復で裏打ちして継いでるから、色がなくて、ただあんまり不自然じゃないっていうので見当たらないんだろうなと思うんで、ここには実際鍵穴は多分あったんだろうと推測されるんですよ。で、一番問題なのが一番右側なんですね。一番右側の襖絵のところには、鍵穴がないとおかんはずなんですけども、ここには修復された跡もないのに鍵穴がないということが、言われたんですよ。マジでっていうぜ。ここに鍵穴ないってどういうことなんていうミスです。それがどういうことかっていうと、我々が、想定しているこの真ん中が抜けてるんじゃないか、真ん中4面が抜けてるんじゃないかっていう配置がおかしいのか、まだ他の部分が出てくるのか、それとも高砂のこの神社の、お寺のそもそも作品じゃないのかとかね、いろんな可能性が出てくるので、ああ、どういうことなんていうまだミステリーがいっぱい出てくるっていうことなんですよ。これはね、この一番右端に穴がないっていうのを知った時はね、ちょっと衝撃やって、ほんまにっていう、そこ崩れたら結構他も崩れていくやんみたいな感じで、ね、で、ほんまにそうなんかなって結構画像拡大してね、見たり、なんかアメリカの、海外のサイトで、この雲龍図が出されてる画像とかを拡大して見たんですけど、やっぱ見えへんなーということで、まあ、僕が調べれる範囲の限界はそこまでなので、あとはまあもう研究者に任すしかないかなというところで、今後なんかそういうふうなね、研究のこうね、後情報が出てきたら、ぜひまたシェアしたいなと思いますけど、まあこんなね、謎がいっぱいあるのが、曽我蕭白の雲龍図になります。で、まあ、この雲龍図以外にもいろいろ作品を残してるんですけども、この時期っていうのは播磨に来た後、こう、鳥取の智頭町の方にも足を伸ばしてたんじゃないかなというふうに考えられてます。というのは鳥取の智頭町というところに、旧家にね、作品が残ってたので、で、落款とか画風を精査すると、多分ここら辺の時代に、書いたもんなんじゃないかなというふうに考えられるので、まあ、播磨来た後、まあ、鳥取の智頭町も、まあ、行けんことはない距離なんですよ。まあ、鳥取県で兵庫県の隣にはなるので、で、智頭町って、鳥取の智頭ってかなりこう、奥地で、こう、兵庫県との県境ぐらいのエリアなので、まあ、行こうと思ったら行けんこともないかっていうので、この流れで行ったんちゃうかなというふうに考えられてはいます。まあ、こういうふうなのがあって、まあ、第一次伊勢、第一次播磨が終わって、次が第二次になります。伊勢、播磨、次また伊勢なんですよ。もう、行ってきて、行って帰って、行ってまた、今日も順も落ち着かへんなという感じなんですけど、まあ、次また伊勢に行きますと。で、行ったのが次1764年35歳頃に、第二次伊勢巡りをしますと。で、今回は作品結構残ってます。伊勢には作品残ってます。有名なのが、こちら、唐獅子図ですね。35歳の時に書いたと。で、松阪市の長田寺というお寺に、残されております。それがまあ、こちらです。はい、こちらがね、蕭白の唐獅子図代表的な作品なんですけども、これね、画面で見たらね、大きさわかんないかもしれないですけど、めちゃくちゃでかいんですよ。縦横だいたい2メートル分ぐらいずつあるので、めちゃくちゃ迫力のある、唐獅子になりますね。で、まあ、右側の、まあ、これね、僕は左右こうだと、こういう並びだと思うんですけど、結構展示会とかでは左右逆にこう展示されているとかあって、これそれなんでなんかなっていうのは正直ごめんなさい、わかんないんですけど、まあ僕はこうやと思うので、この並びでご紹介させていただきます。で、右側のこの獅子っていうのは、なんかにビビってる獅子ですね。ひへへーってびっくりしてる獅子と。で、左側の獅子が、ブサ川の獅子ですね。唐獅子で、もう顔ブサイクですね。ふわーってめっちゃ怒ってますけど、何に驚いてんねやろって、どういうことでも、なんでこんな、こうね、イレギュラーな書き方したのみたいな感じなんですけど、これブサ川で面白いなと。ちょうど今やってる、美術展にも、このブサ川の方の唐獅子が結構、メインのキャラ、作品の広報物に使われてたりしますね。ブサカはかなり印象的。まあ、ボストンの竜が使われへんからね。使われへんから、それと同じぐらいパンチある頃を、ブサカはの唐獅子を使ってんちゃうかなと僕は思ってるんですけども、まあまあ、このいうのを使ってると。で、この唐獅子の元絵なのか、これよりも、後に書かれたのか、これはちょっとわかんないんですけども、似たような作品っていうのが、曽我正伯描いております。それが、千葉市美術館にある獅子とらず屏風という作品になります。それがこちら。これよう似てるでしょ。右側の獅子は、なんか花に蝶がこう、ひらひら飛んでるのを、見てびっくりしてると、獅子が、いやー蝶怖い蝶嫌いやったんかなっていうぐらい、まああれなんですけど、蝶にビビってると。で、左側の虎がその、ビビってる獅子を見て、いや、お前アホか、お前もう何を言う、何をビビっとんねん、お前獅子でも、獅子ともあろうものが、どんだけもうチキンやねん、みたいな感じで、ちょっと呆れながら、ふーんってびっくりしてると。で、このポーズっていうのが、ブサカワの唐獅子とそっくりじゃないですか。まあ、こんな風に結構、曽我正伯で作品を同じような画題構図でちょこちょこ変えながら描いてたんやなっていうのがわかる、結構面白い例かなと思います。で、次が、摂仙堂寺図っていう作品を、松阪の慶祥寺というお寺に残しております。こちらの作品がこちらです。これもね、結構でかい作品で、横幅で普通の掛け軸の、標準的な掛け軸の倍ぐらいある作品なのね。縦は2倍じゃないですか。縦はまあまあ似たようなもんなんですけども、横幅で2倍っていうことは結構でかい作品で、曽我正伯って水墨のイメージがめちゃめちゃ強いんですよ。事実、水墨の作品がめちゃめちゃ多いんですけども、その中で珍しい彩色の作品ですね。カラーが使われてると。で、まあ、なんつうの色、めっちゃね、鬼の色が毒々しい青、原色の鮮やかな青と、この、まあ男の子か女の子かわかんないですけれども、人の、腰のところの赤色っていうのがすごい赤と青、こう青ということで対比的で、まあ衆と美がこう混在してる作品だなということなんですけども、まあこれ何なのかっていうと、こう男の子がね、摂仙童子っていう、お釈迦さんの前世の姿なんですね。本性丹っていう名前もあるんですけども、摂仙っていう雪山で修行しとったんで、雪山ってこの当時で言うとヒマラヤになりますね。お釈迦さんってインドの人なんで、ヒマラヤになって、ヒマラヤで修行してたんで、摂仙童子、子供だよということで、この摂仙童子が、お釈迦さんの前世なので、まだ悟り開く前に修行してたと。なら、どっからともなく、この鬼が現れてきて、ってこう現れて、こう、摂仙童子の近くに来て、なんかブツブツ言っとったらしいんですよ。にゃん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 みたいな感じで、この鬼がブツブツなんか言っとったら、どうもそれは、摂仙童子から聞くと、それ、お経のめっちゃ大事な部分の前半戦やんけみたいな感じで、こう言ったんですよ、鬼に。なら鬼が、知らんよ、俺適当に言っとうだけだし、もう、あと知らんわ、って、もううるさい、砂利帰れみたいな感じで言ったら、この摂仙童子が、いやいや、そんなんいけず言わんと教えてくれや。その後半部分教えてくれ。俺聞きたいね。それ聞けたら俺悟り開けるかもしれへんやん。俺悟り開いてこうね、仏になって、この輪廻の輪から抜け出したいねんっていう、仏教の何が大事かって、悟りを開いて輪廻から飛び出すっていう、抜け出すっていうのが、仏教のゴールだっていうのを、仏字がけのところでお話をさせていただいているので、そちらの動画をご覧になっていただけたら、仏教の目的とかルールとか、考え方っていうのが簡単に紹介しているので、よかったらそっちをご覧になってください。で、俺悟り開けるかもしれへんから、その後半部分も教えてくれや、意地悪せんと教えてくれやって、この摂仙童子がこの鬼に言ったら、鬼が、もううるさいな、俺腹減っとうから、もうそんなん言うんやったらな、とりあえず人間の血と肉が俺ら欲しいねん。それ食ったらな、もう機嫌良くなると思うから、それ食わしてくれるんやったら教えたるわ、みたいな感じで、この摂仙童子に言ったら、この摂仙童子が、おっ、わかったわかった。なら、教えてくれたら、俺を食ってええわ。俺を食べさせてあげるから、なんか教えてくれやっていうことを言って、なら鬼は「ほんまかいな、お前俺に食われんねんでええの、アホちゃん、お前よ、そんだけ言うならもう約束守れよ」っていうことで後半部分も教えてもらえたと。なんか諸行無常なんたらかんたらみたいな感じのことを教えてもらって、でこの摂仙童子は「おっ今日分かった分かった、教えてもらった」っていうことで「ちょっと待ってな、食べさせてあげるんでちょっと待ってな」っていうことで、そこらかしこにその教えてもらったやつをメモしたらしいんですね。書きつけたらしいんですよ。木とかに書いて、で、おっしゃ、こんだけ書いておけば、俺は食われてこの世からはなくなるけども、来世で生まれ変わったら、この書かれたやつが、を見つけることができたら、俺それを見て悟りを開くことができる、イエーイみたいな感じで考えたと。この感覚っていうのはね、インドによくある感覚なんですけども、インドって仏教とかバラモン教とかいろいろそういうので、生まれ変わるというのがスタンダードなベースな考え方なんですよ。なので現世にあんま興味がないので、現世で死んでも来世で、こうその悟りを開けたら、やったーみたいになれるっていうのが仏教の考え方なんですよ。だから悟りを開ければ現世は死んでも来世で悟りを開ければ OK っていう、そういうふうな感覚で現世にあんま興味を持たないという、価値観が結構根強く残ってるんですよ、インドっていうのは。なので結構ね、インドってめっちゃ歴史深いんですけども、はっきりした年号が分かってないっていうことが結構あるのは、その現在起こってることにあんま興味を持ってないので、その年号とかあんまどうでもいいよねみたいな感じで価値を分かってなかったから分からないっていうことがあったりするんですよ。まあそれは余談なんですけども、まあそういうふうな感じで、こう接戦道場が書きつけして、おっしゃおっしゃ、俺も準備できたから俺とごと食べてくれてええよ。ただな、ちょっとずつ食べられると俺嫌や、痛いの嫌やから、今から木から飛び降りて、あんたに飛び込むから、一気に一飲みで食ってくれ。そしたら俺も苦しまずに一気に成仏できる、じゃあ一気にこう、死ねるから頼むで、ということで、木に登って、今から飛び込むぞーっていうところを描いた作品ということで、長いな。長いな、これちゃんと説明しようと思ったら。いやでもそういう話らしいんですよ。いや簡単に説明してもいいんですけど、一応説明しといた方がいいかなと思って。で、食われる。で、結局この話どうなったかというと、飛び降りたら、これ実は鬼って鬼じゃなかったんですよ。鬼が鬼じゃなかったって、もうええって、もうよう分からへんってと思うかもしれないですけど、鬼じゃなくて、実は、帝釈天っていう仏教の守り神が、ちょっと姿を変えた、鬼に姿を変えて、こう接戦道寺の方に近づいてきてたんですね。で、まあ、接戦道場が飛び込んできたら、もう帝釈天の姿に戻って、ガシッと受け止めたと。お姫様抱っこしたみたいな。で、あれ、帝釈天さんやみたいな感じで接戦道場が言うと、我々、ちょっと驚かしい、いけずして悪かったら、いや、お前がな、修行してるっていうのがな、どれぐらいの本気かなっていうのをちょっと確かめたくてな、ちょっと人間を食いたいねんって言ったら、人間殺してくんのかなとか思っとったら、まさか自分を食ってくれって言うとは思わんかった。お前の本気で分かったから、お前きっと多分な、来世ではな、悟り開けると思うから、修行頑張ってなみたいな感じで、言ったという、そういう風な話になります。っていうそんな仏教の話もあんねやみたいな感じですけど、まあそういう話で、まあこう書かれてるんですけど、この作品のまあ何て言うんですかね、鬼の描写とかめちゃめちゃゴツゴツしてえぐいなっていう話なんですけども、色使いとかめちゃめちゃ綺麗なのと、この角のね、描写がめちゃめちゃ細かいんですよ。めっちゃきっちり描いてるので、ここやっぱ、小白テクニックあったんやろうなっていうのはよくわかりますと。で、上の方にこのね、接戦同時の上の方に雪が5分がパーって、ね、うっすらと巻かれてるんですけども、そういうところでなんか、曽我蕭白にしては珍しい、なんか、華やかさと、華やかではないんですけど、なんか、こう、ちょっと、綺麗。そう、曽我蕭白で綺麗っていうのはほとんどないんですけども、まあ、綺麗な味のある、描写もしてるので、やっぱ技術はあったんやな、センスは良かったんやなと思うけど、あえていつもそれ崩してんねやなっていうのがわかるような、作品がこの接戦同日になります。で、まあ、この二つがね、まあ、結構有名なんですけど、その他に、旧長島家っていう、まあ、地主さんの、まあ、お金持ちの家が、長島さんっていう人の家があったらしいんですけども、そこの、襖に44面、曽我蕭白が、描いている作品が、残ってますと。まあ、この、一箇所に書いた、曽我蕭白が一箇所に書いている作品としては、最大級の数になりますね。で、まあ、この長島さんというのは、まあ、なんで書いたのかっていうと、なんかね、長島さんが、まあ、そこら辺をこう散歩しとったらしいんですよ。ほんなら、なんか、泥酔してるやつがおったと。なんか、道端に寝とうやつがおって、で、どうしたんやって言ったら、曽我蕭白やって、ちょっと飲みすぎた。もうあかんわ、ほら。もうほっとってくれ。俺もうここもこのままでええねんみたいな感じで言っとって、長島さん的にはちょっとほっとかれへんないうことで、もううち来いやみたいな感じでうちに来て介抱しとったと。なら、ちょうど長島さんのその家っていうのはリフォーム中やったんですよ。で、そうや、うちリフォームしてんねんな。こう、新しい襖とかができんねんけどな。なんかそこにいい家があったらええのにな。みたいな感じで、曽我蕭白に言ったら、曽我蕭白は、こいつ、なんか、その白子いやつやな。なんか書いてほしいなって、正直に言えばええのに、なんか俺から書いてくれって、書こうか、みたいな感じのことを引き出そうとしてるな、みたいな感じだったんですけども、まあ、曽我蕭白もね、介抱してくれたし、まあ、ここに滞在する理由にもなるから、ここを宿代わりにする代わりに、まあ、絵描いたろか、みたいな感じで、書いたんちゃうかなとは思います。まあ、そのいきさつはね、最初のいきさつは合ってるんですけど、リフォームも合ってるんですけども、そのくだりはちょっと僕の創作ですけど、まあまあ、何らかんらで、この旧長島家に44名、襖いろいろ作品残しました。これも結構傑作が要素は残ってるので、展示会とかでまたよかったらご覧になってください。で、次が一番のクライマックスのクライマックスって言ったらあれやけども、一番のピークの作品になります。大問題作、雲龍図も問題作でしたけども、次の作品が一番の、曽我蕭白の中での問題作と言われております。それが「群仙図屏風」という作品なんですけども、それがこちらです。はい、こちらの作品なんですけども、一応まあ35歳に書いたというふうに楽観があるので、まあ多分この伊勢の時ぐらいに書いたんちゃうかなと、まあもしくは伊勢行く前なのかわからんけども、ここら辺に書いたんちゃうかなということなんですけども、これは日本美術史上屈指の問題作です。問題作。何が問題作かっていうと、わけがわからんっていうところですよ。どういうこと？いやいや、ほんまにわけがわからんですよ。まずなんでこんな気持ち悪いのっていうのがもう大前提にあるんですよ。なんこれって、もう不協和音でしかない。もう大不協和音で、もうパラレルワールドみたいな感じになってるんですね。もう何のためにこれ書いたのっていうのと、画題的にももう意味不明やし、華やかさとか優雅さとかも一切ね、なんこれ気持ち悪いなっていう、もうこういうふうな問題作なんですね。で、まあ、一つ一つちょっとね、軽くご紹介させていただきたいんですけども、まず一番右からね、説明すると、この巻物を持っているこの仙人、まあ、全部で仙人を描いてる作品なんですけど、群仙図なんで、まあ、仙人を描いてるんですけども、万石もしくは、戦国時代、中国の、ね、戦国時代の、名医偏寂っていう人か、もしくは、三国時代に医術に優れた東方っていうふうに言われてます。これ誰かっていうのはね、分かってるものと分かってないものが結構あるんですけども、まあ、一番右はそういうふうに言われております。で、これね、最初僕、ヒゲがね、ヒゲって思わんかったんですよ。ヒゲめっちゃ伸びてますけど、なんかね、ちょっとパッと見、遠目から見るとね、なんか、うなぎでも食ってんちゃうかなと、うなぎ丸飲みしてんちゃうかなっていうふうな、そういうふうに見える。なんやねん、こいつみたいな、気持ち悪いなと、ね、思ったのと、で、その横に虎がいるんですけど、虎の顔がまたこれ残念なんですよね。なんでこんな残念な虎やねんっていうのがあると。で、次がこの赤い人。これなんか手に持って何してんのっていうと、楽器らしいんですね。なんか笙っていう楽器らしいんですけども、それを吹いている笙子もしくは笙さんっていう、まあ、仙人らしいんですね。で、まあなんかこう吹いてるんですけど、なんか顔酔っ払ってんちゃうかなっていうような、もう赤いし、この赤もね、なんか気持ち悪いな、赤い趣味悪すぎやなっていう風な感じと、その、まあ、手元に、鳳凰がいるんですよね。鳳凰を従えて、こう偉そうにしてるんですけども、その鳳凰もエロ目で、なんでこんなエロ目やねんっていう、もう気持ち悪いな、みたいな、そういう風なのが、まあこの翔さんと、翔子さんという感じで、で、その次の隣が、なんか、イエーイみたいな感じで手挙げて、ウェーってやってますけども、これは、杖を持つ、李鉄拐っていう、仙人になります。で、この李鉄拐なんですけども、衣を見てほしいんですけど、衣がもう吹き飛んでいきそうな感じで、ブワーンってなんかにね、爆発かなんかでも、なんか、食らって吹き飛びそうな。ドラゴンボールの、悟空とベジータが最初に戦った時に、ベジータが元気玉を食らった時みたいな感じ。で、ブワーンってなんかで食らってぶっ飛んでいってるような感じ。ベジータ、元気玉、で調べたら、多分出てくると思います。ドラゴンボール、ベジータ、元気玉で調べたら、Google で調べたら出てくると思うので、よかったら見てください。そのイメージが湧くと思います。で、漫画バージョンじゃなくて、アニメバージョンのベジータを見てくださいね。アニメバージョンの時のベジータは、なんかもう、顔とか伸びすぎて、死んでしまうんちゃうかみたいな感じになってるので、まあ、そんな感じで書いて、まあ、これも、李鉄拐も気持ち悪いなっていうところなんですね。で、次が、竜に乗る、呂洞賓、もしくは、陳南っていう、まあ、仙人なんですけども、まずこの竜の顔が気持ち悪いですね。なんか、おできめっちゃできてんちゃうかなっていう、ちょっとなんか病気ちゃうかなっていう竜に乗った呂洞賓なんですけども、この呂洞賓は、ちょっと、体脂肪率間違えてダイエットしすぎた人かなっていう、ちょっと筋肉ムキムキすぎて、大丈夫？もうちょっと脂肪あった方がいいで、体脂肪率 3% か 5% ぐらい、もうちょっと健康的になった方がいいよっていう風な描写ですね。で、次が佐々木に移って、子供たちがわーって言って、おじいちゃんがなんか子供一人誘拐してる図なんですけども、まあ誘拐はしてないですよね。抱きかかえてる図なんですけど、まず子供全然可愛くないなっていう。子供不気味、なんかこれ妖怪的な不気味な感じやなっていうのと、このおじいちゃんはさっきも出てきたリンナ星ですね。鶴と梅を愛したおじいちゃんなんですけども、今回はちょっとかだけすぎやね。子供抱っこするのはええねんけど、ちょっとなんか取り憑かれてる左肩下がってるよみたいな、ちょっと幽霊かなんかついてんちゃうかなみたいな感じでちょっと病的やなということで、次が、このおじいちゃんが恋を掴んでますけど、これサジっていう仙人になりますね。でサジが、恋なんですけども、その恋を狙ってるのがリンナ星が、好きな、鶴です。鶴が、その恋をもう食べようと狙ってますよということで、サジもうちょっと気にした方がええんちゃうかなと思うんですけども、そのサジも恋掴むってちょっと雑すぎやなと、もうちょっと優しく掴んであげた方がいいよと。でその鯉を入れてる、なんつうの、器みたいなやつの顔にもなんか妖怪みたいな顔が入ってるので、もう気持ち悪いなって。何やねんこれ気持ち悪いな。もう全員気持ち悪いなという。で、その次が、白いカエルなんですね、これ。カエルが首に巻きついた、ガマ仙人になるんですけども、ガマ仙人お前が一番気持ち悪いっちゅうねんっていうね。ほんまに気持ち悪い。何やねん、この不気味な唇の色はもう僕もなんか、でもお前太りすぎやねん。ちょっと太ってるで。めっちゃ太ってるで。もう布袋さんかなと思ったけど、ちょっともうちょっとスマートに痩せた方がいいと思うで。ちょっと旅動品が痩せすぎなのに対してお前太りすぎやから、もうちょっと、お互いでバランス取った方がええでって思うような、人物ですね、書き込み。なんか、ほんま妖怪みたいやなと。で、最後が、これが西王母ですね。馬掌線みたいなんで、こう、仰いでいるのが、西王母。この人が一番まともかなと思うんですけども、その西王母の横で、多分桃だと思う。桃か桜かわかんないですけども、それを、なんか、食べようとしている、わけわからんよ、なんか、妖怪的な、妖獣的なやつが、いると。だから、西王母、もうちょっと焦った方がええと思うよ。なんか、得体の知れないもんが、お前の近くで、お前の桃を盗み食いしようとしてんねん。何笑っとんねん。もうちょっと焦れよみたいな感じで、なんか僕も変やなみたいな感じで全体的に見て、大不協和音という、なんでこれを書こうと思ったんやろうなっていう、そういう風な作品なんですね。これがまあ曽我蕭白の中でも、代表作であり一番わけわからん作品やなというふうにいうことで、めちゃめちゃインパクトが強い作品になります。で何が腹立つかってね、さっきも他の作品でも言いましたけど、何が腹立つかって全部テクニックがめっちゃすごいところがまた腹立つんですよ。墨の描線とかもめちゃめちゃすごいし、この右の右隻の呂洞賓の下の波の表現とかね、これ見てほしいんですけども、これねなんかこれ見たことないですよ、この波の表現。そう神奈川沖浪浦葛飾北斎の代表作の富嶽三十六景の、神奈川沖浪浦のビッグウェーブね。あれとほぼ一緒の描き方なんですね。これって波って普通にこういう風には見えないじゃないですか。見えないので、すごい動体視力というか、目が良くないと一瞬のこう波の動きを捉えてこういうふうに描き出そうという気にはならないはずなんですけども、それを描いたのが、葛飾北斎ということでめちゃめちゃ世界的には有名なんですけども、実は葛飾北斎よりも曽我蕭白って一世代前ぐらいの人なんですね。だから曽我蕭白の方が、先取りしてるんですよって考えたらすごくないですか。でこれだけの作品じゃなくて他にもね、曽我蕭白って波の絵を描いてる作品っていうのがこの長島家とかにも出てくるんですけども、波の表現がかなりこういうふうなもんなんで、結構もうこの時には葛飾北斎を先取りしてこういうふうなこう表現をしてたって考えたらめちゃめちゃすごいなと思いません？ということで、めちゃめちゃテクニックがあると。それ以外にもね、センスがすごい高いし、力強い描線とか、細かい描写っていうのが、この作品の随所で感じれるので、気持ち悪いけど腹立つぐらいうまいっていう、そういうふうな作品なんですよ。で、もう一つ特筆すべきところは、これ絵の具がね、めちゃめちゃ発色がいいじゃないですか。めっちゃ色鮮や原色ドバーッと使ってるんですけども、結構多分高い絵の具やったと考えられてるんですね。ということは、すごい高い絵の具をこうふんだんに使う、なんかパトロン的な人がいたのかなという、そういうふうなところから受注を受けたのかなって考えたら面白いなと思うんですね。で、ほとんど墨をベースに使って、色って実はところどころにアクセント的にしか使ってないんですよ。使ってないんですけども、彩色のイメージがめちゃめちゃ強いなっていうのを、やっぱこのバランスというか、うまいこと色のこう配置というか、使い方を心得て、やっぱセンスよく配置してるなっていう、そういうふうなのを感じれる。何回も言いますけども、気持ち悪いけどうまいのが腹立つ作品になります。さあそんな群仙図屏風を残した35歳ぐらいの時から次は1767年38歳ぐらいに第二次播磨巡りをしたんじゃないかなということですね。こちらでも神社とかにいろいろ絵馬とかが納められてたり地元の襖絵とかいろいろ描いたりしてるっていうのが残ってます。で神社に結構ね、多く残してるんですよ。お寺にもね、雲龍図も、雲龍図が、それやったらそうなんですけども、お寺にも残してるんですけど、結構神社に残してる作品が多いなって、感じます。というのは、この、播州というエリアの、特徴がすごく現れてるのかなっていうところですね。播州って、海辺なんで、すごい祭りが盛んな地域なんですね。だから神事とかにめちゃめちゃ重きを置く地域で、今日祭りやから学校、昼までね、みたいな感じで休みになったりするような、そういうエリアなんですよ。で、喧嘩祭りとか、喧嘩祭りだったかな忘れてましたけど、みこしとかの、みこしを担いで祭りをする、秋の収穫祭とかの祭りをするっていうのが結構頻繁に行われているところなので、そういう神事とか神社とか神様とかそういうことに関してめちゃめちゃ重点を置くエリアなので、神社にもすごく書いてくれっていう要望があって、曽我正伯というのは神社の絵馬を書いたらしいんですけども、絵馬が書かれたのが残っていると、こういうふうなのが、あったんじゃないかなと思います。で、この第二次播磨巡りの後の、流れの中で、城崎温泉にまで行ったんじゃないかなというふうに考えられております。城崎で但馬っていう、播州のもっと上の方、兵庫県の、端っこの方ですね。だから城崎温泉っていうと、結構ね、有名じゃないですか。城崎温泉って結構有名ですよね。温泉の中でも、全国区で名前通ってるところなんですけど、そこにも、正伯は行きましたよと。で、そこで書いた作品が、後々、豊岡市の下に藪市っていうのがあるんですけども、藪市の満福寺っていうところで、発見されましたよと。柿の本の人麿図っていうのが、藪市の満福寺というお寺に残ってたと。で、これは、城崎で書いたやつが、書いてもらった人が、後々、但馬の藪市の、満福寺に、修行に行ったか、そこで坊さんだったかなんか、そういう流れの中で、持参して、寺に寄贈したらしいという、話が残ってます。確かそうやったと思うんですけど、ごめんなさい、間違ってたらごめんなさい。そんな感じで満福寺に、柿の本の人麿図があって、この時期に、曽我正伯っていうのは但馬にも来たんだなっていうのが分かるいい例か証拠だなということで、結構ね、播磨を中心にいろんなところに行ってたのかなっていうのがよく分かると。こういうふうな、30代を過ごしました。結構内容濃かったね。めっちゃ時間かかりましたけど、あったと。で、40代どうなったのかというと、京都に定住する形になります。ここからね、どっか遠くに行ったっていう資料とかも、記録もないので、多分40ぐらいになったら京都に住んでたんじゃないかなというふうに考えられています。で、1772年、43には間違いなく住んでただろうと。なんでかというと、京都に住んでた儒学者が、曽我正伯の絵に3を書いたらしいんですね。その年代から推定すると、43なので、ここら辺だったらもう京都に定住してたんじゃないかなというふうに考えられています。で、1775年に、46歳の時に、平安人物誌という雑誌に曽我正伯は載ります。15位としてランキングされます。この平安人物誌っていうのは、丸山応挙の時にもお話しさせていただいたんですけども、当時の京都の、文化人のランキング表を載せた、雑誌があったんですね。だから、書道家部門とか、画家部門みたいな感じで、部門があって、1位、2位、3位、4位みたいな感じで載ってるみたいなランキング表が、何回か、9回ぐらい出たんかな。っていう中の一つ、1775年度バージョンの平安人物誌に曽我正伯が載りましたよと、15位で。で、1位が丸山応挙で、2位が若冲、3位が池野大河、4位が与謝蕪村で、ちょっと微妙な位置ではあるんですけど、一応でも載るってことはすごいことなんでね、載りましたよと。で、これ、第2回目なんですね。出されたのが平安人物誌2号で、この前に1768年やったと思うんですけど、に出た平安人物誌には曽我正伯って載ってなかったんで、この平安人物誌って京都に住んでないと載らないんですよ。だから、京都出身では載らなくて、京都にちゃんと住んでるっていう人じゃないと、載らないので、前回1768年、ここら辺の、播州巡ってたとか、この頃くらいには、まだ巡って、京都住んでませんでしたよという形なんですけども、1775年には住んでたと。ここら辺で住んだんだなっていうのがわかるという、そういうふうなエビデンスになりますね。でまあ1位が応挙で3位が大河ということで、この1位の応挙とはね、曽我蕭白って仲悪かったらしいんですよ。まあ応挙がねあんま意識してたかどうかわかんないですけど、曽我蕭白は応挙のことバリバリ意識してて、よく有名な話で、図が欲しかったら、丸山応挙のとこ行け、絵が欲しかったら俺のとこ来いっていうふうな、言葉を残したというふうな、これどういうことかというと、まあ丸山応挙っていうのは写生にすごい特化したんですね。だから リアルに描くことにしてたんですけど。けども、曽我蕭白からしたら、そんなきっちりかっちり描いともう江戸ちゃうねっていうのはダイナミックに描くもんや、あんなもんはな江戸ちゃうね、設計図やね、設計図オタクどっちが好きなん丸山応挙が好きな、あほっちゃんはセンスないな、まああすかお前絵が好きなんちゃうな、設計図が図が欲しいねん、なんか立てんの大工さん、それやったらそっち行ってやな、あんたはあんたは俺の方が好き、あ分かってるじゃないですか、絵が欲しいやったら俺のとこ来い、設計図が欲しいやったら丸山応挙のとこ行けみたいな話やったんですね。まあそれほんまに言ったかどうかちょっとごめんなさい、確定的なことは分かんないんですけども、まあ、一応言ったとは言われてる、まあ、そんなことそういうふうなねレジェンドというかなんかエピソードが曽我蕭白って山ほどある人なんですよ。だから全部上げ出したらね、キリがないので、今回は言うてもえりすぐりを紹介してますけども、まあ、そんなのがいっぱいありますよと。で、まあ、1775年は、まあ、京都にいますと。で、次が1777年に48歳の時に、息子が、亡くなってしまいますというふうに言われております。っていうか、まず息子おったんやなって、結婚しとった、どこで、どの時期に結婚したのっていう話なんですけどね。そう、結婚してるらしくて、で、しかも息子もおって、で、息子が亡くなったって、もうごめん、ついてかれへん、置いてかないで、曽我蕭白さんって感じなんですけども、そういうことらしいんですよ。だから、まあ、仮説としては、なんで京都に定住したのかっていうと、結婚したからちゃうかなっていうのも一つの、推理としてあって面白いんじゃないかなと。で、子供も生まれましたよっていうことで、まあ、京都で定住してたんちゃうかなと考えたら面白いかなと。で、この頃の画風っていうのはよく言われるのは、ちょっとね、こう30代のもうバッキバキのね、ぶっちぎってた画風と比べたら、ちょっと若干落ち着いたんちゃうかな、蕭白丸くなったんちゃうかなっていうふうによく言われるんですよ。っていうのは、山水図教え張り屏風とか、月夜山水図屏風って、まあ、結構代表作があるんですけども、まあ、あっさりとした、静寂さを感じさせるような、山水とかが多いので、まあ、そういうふうな、こうね、まあ、これも、年代がね、山水図屏風とかも、年代は分かってないので、月夜山水図屏風も分かってないので、多分後半だろう、この時期だろうっていうふうなぐらいにしか分かってないんですけど、まあ、もしかしたら、そういう家族ができて落ち着いたっていうのもその画風に影響をしてたのじゃないかなというふうに考えられています。だからよく40代以降の蕭白っていうのはおとなしくなったから丸くなったからちょっとトゲないよみたいな感じで言われる、話っていうのも結構あるんですけども、僕はそうは思わないです。大きく出たらと思うかもしれないですけど、いや、そうとも僕は思わないですね。いや、もちろん落ち着いた絵っていうのももちろんあるんですけども、後半年代が分かってる作品を見てみると、やっぱり蕭白やなって思うところがやっぱあるんですよ。っていうのは、まあ、1777年に48歳で蘭亭曲水図っていうのを、描いております。その作品っていうのがこちらです。はい、こちらの作品なんですけども、まあ、パッと見普通の山水じゃないですか。まあ、まあ、よくあるな、よくある、家に行ったら、床の間になんか飾ってそうな、ああ、古い山水やなっていう、もう普通の山水図、風景画やなって思うかもしれないですけども、これ実は違うんですよ。蘭亭曲水図っていう、まあ、題名があるんですけども、蘭亭っていうのは、中国に、まあ、蘭亭ってなんか宿じゃないかな、まあ、別荘みたいなところがあったんですよ。で、そこで、みんなが集まって、ある時、宴をしましたよと。で、どんな宴したのっていうと、昔、中国って川に杯をこう流して、厄を払うというか、みそぎをするみたいな、そういう風習があって、でそこから、杯流すだけじゃおもんないねっていうことで、宴をするようになったんですね。だから一つ、まあ、何でも信じてそうじゃないですか。なんか、お祈りとか行事やった後、最後どうすんのって言ったら結局飲もうぜ、イエーイみたいな感じになると。なんか、歌歌ったりとかね。なんかイベント人が集まったりなんかイベントして酒でも飲んで、まあ、みそぎはみそぎでちゃんとしたら、じゃあ、こっからは楽しみ行きましょうみたいな感じになるじゃないですか。そういう風なのをしたっていうのが蘭で、その、ある時ね、王羲之さんっていう中国の、353年やったと思うんですけども、の時に、王羲之さんっていうのは、この蘭亭っていう、宿っていうか建物で、でっかい、その、イベントをしたんですね。その、川岸に杯なら流してわーってやってみそぎ払った後、みんなで飲もうぜイエーイってなんかでっかいパーティーをパリピ集めてやったらしいんですよ。なんか偉い人がいっぱい集めて今日は飲もうぜイエーイみたいな感じでやってたっていうのが、有名になって、その光景っていうのが結構絵になるんですね。それが蘭亭曲水図という、曲水っていうのは曲がる水なので、川にそういう杯とかを浮かべて、こう宴をするということで曲水。それがどこでやられたかっていうと蘭亭っていう部分だったので、蘭亭曲水図っていうのがよく画題としてなるんですけどもこれでは普通の山水図だねっていう感じなんですけど、よく見るとね、いるんですよ人が。それがこちら。ね、めっちゃちっちゃく上がるウォーリーを探せかっていう感じなんですけど、もう今と大して変わらへんな、よう見なわからへんなっていう感じなんですけども、いや、これよう見たら、あ、これ蘭亭曲水図や、人、あ、めっちゃ、あ、おるわ、あ、酒飲んどるみたいな感じがするわ、みたいな感じでね、書かれてると、こういう風な、なんか嫌がらせじゃないけども、ひねりをするのが、やっぱり蘇我蕭白やな、ということで、普通の蘭亭曲水図を描いたらこういう風になります。ね、あ、これやったらまあ、人が川の中でこうね、なんか座ってお酒でも飲んでんのかな、パーティーしてんのかなってわかるじゃないですか。普通はこう書くんですけども、蘇我蕭白っていうのはこういうふうに人めっちゃミクロにして、よーく見て知ってる人じゃないと何の図かわからないよっていうふうな、細工をするという、それを、48歳でもやってるということで、全然衰えてないんで、やっぱり蕭白やなっていうことなんですよ。で、この、蘭亭曲水図によく似たほとんど一緒の作品を翌年にも書いてるんです。1778年にも書いてるので、ここら辺やっぱり変わってないんやなっていう感じなんですね。考え方によっては息子亡くなってちょっと振り切ったんかもしれないですね。なんかペーンってなって、やっぱり俺こういうの書くぜイエーイみたいになって、こういう風に書いたんかもしれないですけども、そこら辺わかんないんで、想像がいろいろできる面白いところですね。で、1779年50歳の時に天台山借境図っていいと思うんですけどね、呼び方。天台山借境図というのを描きます。これが、蘇我蕭白の、書いてる年代が、はっきりとわかるラストだと思います。絶筆ではないんですけど、年代がわかるラストがこれだと思います。もしかしたら違ってたら、教えてください。僕も勉強になるので、これだと思います。それがこちらです。はい、これ何の図かっていうと、獅子が真ん中におって、で、明らかに落ちてる獅子がいますよね。これよく言うじゃないですか。獅子っていうのは谷底にこう子供を突き落として、で、上がってきたものを、獅子しか、育てませんよと。獅子の子供であればもう強くないとあかんから、そんな上がってこないやつなんかもう、ね、育てへんから、とりあえずふるいにかけるから落ちて、お前ら上がってこいみたいな感じでやったみたいな話はよくあるじゃないですか。を描いてるんですけども、普通に描いてるんじゃなくて、これよーく見てください。下の方から見てください。めっちゃ獅子おるでしょ。これね、なんかもう獅子多すぎて、もう、俺も、もっと飛びたい、みたいな感じで遊んでるみたいな感じなんですね。子供ってね、何でもワーキャーして夢中になったらね、ずっと延々とやるじゃないですか。っていう感じで、これも獅子も、こう落ちるのが楽しいから、お父ちゃん上がってきたね、お母ちゃん上がってきたね、みたいな感じでめっちゃ順番待ちになって、何回もこう繰り返してるような。で、上の方ではもう俺もこっからもっと高いところから飛んでるわ、ウェーみたいな感じで上の方にも走ってる獅子がいると。でもちょっとお父さんかお母さん、親の獅子はちょっとげっそり疲れてる。僕も親になったからわかるんですけどね。子供がめちゃめちゃ遊ぶとね、最初はね、相手してやれるんですけどね、エンドレスやからね、だんだんちょっとお父さんちょっとしんどい、もうちょっと 寝たくなってきてんけど、まだやんのみたいな感じのことあるんですよ。そんな感じじゃないかなと。もうちょっともう上がってきたら分かったからみたいな感じで思ってるかもしれないですけども、そんな感じで、いくら獅子が落として、上がってきた子を育てと言っても、こんだけ上がってこられたら大変やなっていう、ちょっと子育てに疲れてるような感じで、蘇我蕭白が描いてるラストの作品にしても、やっぱり蘇我蕭白やなっていうところなんですね。めちゃくちゃ面白いなと。やっぱり最後の最後まで、蘇我蕭白は蘇我蕭白やったんやなっていうのがなんとなくわかると。で、そういう作品を残した後、1781年52歳の時に、没するという形になります。いやー、長かった。1時間で全然終わらなかったな。話としては長かったけど。いやー、面白いからね、結構話したくなってしまうんですよ、蘇我蕭白。で、蘇我蕭白が人生こういうなった後、どうなったのか、今奇想の画家みたいな感じで扱われてますけども、そこに行くまでも結構ね、紆余曲折があったんだよっていうのを最後にね、軽く紹介したいなと思います。佐賀翔白が没してから意外にね、京都で15位やったんですけども、意外の一定のニーズはあったらしいんですよ。人気はあったらしくて、幕末ぐらいまでは結構偽物とかも出てたらしいんですね、佐賀翔白の作品の。これね、偽物が出るっていうことは人気があるから偽物が出るんですよ。人気がないものをわざわざ偽物にしようとは思わないじゃないですか。なので、結構いろんな作家が、曽我翔白で、パンチ効いてるから面白いからっていうのもあって、これ曽我翔白っぽいなみたいな感じでベーって書いてしまうみたいな人もおったみたいで、結構ここら辺には幕末ぐらいまでは曽我翔白っていうのは人気ありましたよと。ただ、明治初期になったら、別に曽我翔白だけじゃなくて、日本美術自体が、落ち目を迎えるんですね。よく明治時代の三重苦っていうのを、日本絵画の歴史で、の3やったと思うんですけど、で、紹介してるので、よかったらそっちご覧になってほしいんですけども、簡単に言うと、幕藩体制なくなっちゃったんで、今までお抱え絵師みたいな感じで雇われとったのが、みんなクビになっちゃったので、雇いていなくなったので、みんな浪人になっちゃったと。で、西洋画が入ってきたので、文明開化イエーイみたいな感じになって、西洋の方すごいすごいっていう形になっちゃって、日本美術はあんま大したことないんで、そんなダサいのもう時代遅れなのええわみたいな感じで、価値も下がっちゃったと。で、廃仏毀釈っていうのも起こったんですね。神道頑張っていこうぜ日本ってしたら、それがミスリードで誤解を招いて、仏教いらんのじゃおらーみたいな感じになっちゃって、仏教の、美術品とかも全部燃やされたりしちゃったっていうことで、ここら辺は日本美術すんごい荒廃しているっていう中で、曽我翔白の作品っていうのも価値を落としてしまってやばい状態になってしまったと。で、価値が下がってしまってるので、それを救ったのが外国人、お雇い外国人で当時日本に来てた人たちが、安くなってるし、そんなボロボロになって燃やされるぐらいだったら、誰かが保護しとかなあかんみたいな感じで、その売りに出されてるものを結構買い漁って、美術館、自国に持ち帰って美術館で保管してるっていうのが現代の、世界各国の美術館の作品なんですね。で、その時にめちゃめちゃ曽我翔白の作品を、目が利いてね、これは絶対ええやつやから残しとかなあかんということで、やったのが、さっき言ったビゲローさんとアーネスト・フェローサっていう、岡倉天心と、二人三脚でやってた人ね、が、美術品を、曽我翔白の作品を、買いあさって、美術館に持って帰って保管する。だから、ボストン美術館っていうのが、曽我翔白の作品を展示している世界最大数を誇る美術館だったと思います。あそこにめっちゃ予算あるんですよ。だから日本人としてはクソーって思うかもしれないですから、持ってきやがってって思うかもしれないですけども、そうじゃなくて、ここで持ってかんかったら、その作品っていうのは燃やされとったかもしれへんねやって考えたら、言うたら恩人みたいなんですね。フェノロさんも、ビゲローさんも。って考えたら、で、それで曽我翔白というのは世界に広まったっていうのを考えたら、功績は大きいなっていうところなんですよ。で、そういう風なのがあって、で、岡倉天心とかフェノロサが日本美術復活しようぜって頑張って、やっと回復をしていく中で、一つのピークが、明治41年に曽我翔白の作品っていうのが、国宝になります。国宝っていう概念はね、明治で、フェノロサがそういう概念を持ち込んで、いろいろ制定を、いろいろ法律の整備とかをしてて、やっと国宝という国が、国の大事な美術品を守ろうね、みたいな概念ができたと。で、それの、認定されたのが、曽我翔白の、寒山拾得図という作品になります。今はね、それ現在は重要文化財という、法整備って結構変わっていくのに、なんとか法っていろいろ変わっていく中で、この時は国宝やったけど、今は重要文化財になってるんですけども、それが明治41年に制定されましたよ。ただこの制定されたのが、結構パンチのあるの、寒山拾得ってめっちゃ偉い人、お坊さんなんですけども、妖怪みたいに書かれてるんですね。気持ち悪いみたいな。漫画でいう漫画太郎っていう作家さんが書いた劇画みたいな感じ。そんな感じで書かれているので、当時の人は、いや、国宝かもしれんけど、気持ち悪いな、みたいな部分もあって、こっから、これをピークに、どんどん実はね、価値が下がるというか、歴史の中に埋没していくような形になってしまいます。曽我翔白。どんどん忘れ去られていくような形。で、それはいつまで続くのって、大正時代になっても同じ状態で忘れ去られてますよと。で、昭和になっても忘れ去られてますよ。で、戦争があって終戦しても、曽我翔白って忘れ去られてる状態がずっと続いてたんですね。で、江戸時代の、作家さんいろいろね、歌川広重とかいろいろあるじゃないですか。狩野なんとかとか出てくる中でも、15位やからこいつは二流の作家で変なもんしか書かんかったで、みたいな感じで、1、2行で片付けられるぐらいしか尺取ってもらえなかったっていうぐらいの扱いやったらしいんですよ。ひどい扱いやったんですよ。で、転機が、その中で訪れます。それが昭和40年代になってからなんですね。この時に何があったかっていうと、日米でそれぞれ動きがあったんですよ。まず日本の方なんですけども、昭和40年に、一つの作品が再発見されたんですよ。それがこの群仙図屏風やったんですよ。ここで出てきたーみたいな。だからそれまではこの群仙図屏風っていうのはなかったんですよ。だからそこ小学でなんか黒い墨のなんか変なもんしか描かへんってイメージが、なんじゃこれはでも変なのは変やんけども、なんかすごいのが出てきたぞっていうことでブワーって広まったと。で、蘇我小学ってなんかこれすごかった。なんかめっちゃすごい映画出てきたからちょっと調べようぜって言って、日本の中ではこう研究のこう兆しがね出てきたんですよ。で、時を同じくしてアメリカのボストン美術館でも、蘇我小白って作品めっちゃあるけど、誰もちょっと触れれなかった。ですね。まあ、ビゲローさんがこう、まあ、雲龍図ってこう、偽物扱いされてすねてたっていうのもあるんですけども、まあ、そこから時が経ても、ちょっと蘇我小白でなんか触りにくいなみたいな感じだったんですけども、一人の研究家、ヒックマンさんっていう人が、蘇我小白の作品、いや、めちゃめちゃ面白いから、俺ちょっともう、ちゃんと整理立てて全部調べてみるみたいな感じで、めっちゃ研究を進めてって、日米でちょうど研究がボーってこう、なんか人気が出たというか、研究の動きが、ブームが出てきたんですよ。で、その中で決定打となったのが、日本美術研究家の大御所と言われている辻信夫先生が、一つの著書でこの蘇我小白を取り上げたんですよ。その、著書っていうのが奇想の系譜という作品なんです。これもレジェンド的作品、本なんですけども、そこで蘇我小白を取り上げて、こいつはすごいやつやということでブームが来て、で、2012年にボストン美術館のこの雲龍図が、帰ってきて展覧会ボーンでしたから日本でもボカーンって湧いて、今現在に至るというそういう風な流れになります。死してもなお、こういろいろあって、紆余曲折があって、いろんな旋風を巻き起こしているのが蘇我小白ということで、まあ非常に面白いユニークな作家ですね。で、まあ、こんだけいろいろ言いましたけども、まだね、やっぱり謎な部分っていうのが山ほどある作家さんなので、今後の研究次第では新発見っていうのがいっぱい出てきても面白い、あるんじゃないかなって考えられるので、面白いなというところで、ぜひね、今後の研究発表とかにも、期待してほしいなと、まだ何かあったらね、ご紹介させていただきたいなと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回は奇想の画家蘇我小白について熱く語らせていただきました。全然1時間で終わらんかったね。自分の中では1時間ぐらいで終わるかなと思うけど、僕無駄話も結構あるから、1時間では終わらんかったんですけども、まあ、これで、ね、ざっくりと、蘇我小白を楽しめるんじゃないかなと思いますので、もし今後ね、蘇我小白の展覧会とか行かれることがありましたら、ぜひね、今回の動画を参考に楽しんでいただければなと思います。はい、ちなみに私は、掛け軸屋の2代目としてこういうふうな日本美術の話や、掛け軸の話をこういう YouTube を通して、発信しております。まあ、そうすることでね、今掛け軸ってまあ床の間がね、衰退していってるので、忘れされていくようなものなんですけども、なんとかそれを復興してね、皆さんにも掛け軸の魅力っていうのを知ってもらったり、こういう日本美術にも関心を持ってもらいたいなと思って、日々頑張っておりますので、ぜひね、応援していただけると嬉しいなと思いますので、チャンネル登録や、コメントをいただけると、やりがいにつながります。何卒よろしくお願いいたします。それでは今回もどうもありがとうございました。ではまた。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。